アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、来ました。はい、見ての通りです。ティナちゃん並べてます。並べてるというかティナちゃん来てます。パーティー見ていきましょうか。皆さん分かってますよね、僕の動画を見てる人はティナちゃん一番推してます。はい、音楽もティナちゃんの音楽にしていきます。ということでティナちゃん一点狙い行ってみたいと思います。ティナちゃんですね、まあ、ティナちゃんはね、連続ファイジャールナイフリート、これもシンクロのためだけに装備させてる感じです。一応ティナちゃん見てみるとですね、はい、今装備しているのは炎寄りなんですけど、覚醒奥義、超絶ブレイブ、超絶オーバーフロー奥義装備させてます。持ってるやつはね、初期専用超必殺バースト、超必殺オーバーフローバースト、戦技オーバーフロー奥義、こっちはあれですね、風ですね。で風超絶で戦技持ってます。これは星5戦技か、星5戦技2個ですね。覚醒奥義のですね、風以外は全部持ってるんじゃないでしょうかね。レジェマテも持ってます。そんな感じで、ティナちゃん新規出てるんでね、このティナちゃんもう僕のティナちゃん一番好きなキャラですね。ティナちゃんキャラは一番ティナちゃんあります。ファイナルファンタジー6も一番好きです。はい、ドレスコードもディシディアのドレスコードに変えてます。こっちの方がやっぱいいんですよね。ファイナルファンタジー6、僕作品ではすごい好きなんですけど、緑色の髪型、これはちょっとあんまり微妙だったんですけど、やっぱりこのなんていうんですかね、金髪っぽい感じ、こっちのデフォルトの方がすごいいいですね。はい、この新しいグラフィック絵もティナちゃんめちゃくちゃいいです。僕の家にはね、ティナちゃんファイナルファンタジーコレクションっていうので、ね、5、6、4、5、6ですねのコンピレーションされてる、プレイステーションで発売された水色のね、すごいおしゃれなボックスに入ってるファイナルファンタジーコレクションっていうのがあるんですけど、それの限定パック、ティナちゃんの時計ついてるんですよ。それ僕一番メインのね、ソファーから見えるところで時計飾ってるんで、あと天野義孝大先生が出してるなんだろう、イラスト集、それのジャパンっていうタイトルのやつあるんですよ。それがティナちゃんが窓アーマー乗ってるところなんですけど、その写真っていうかその絵がめちゃくちゃ好きで、まあ、そんな感じでティナちゃんめちゃくちゃ推してます。僕の中でもティナちゃんはね、マギアレベルが一番高い、今646レベルですかね。スフィアはもちろん全部なってて、結晶ももちろん全部マックスにしてます。マギアもね、マギアこんな感じです。646レベルなんですけど、炎属性マックスにしてて、防御、魔法、魔力、魔法防御、精神があと少しでマックスなのかな、 HP を100にしてます。そんな感じでティナちゃん一番僕は鍛えてるので、音楽もティナちゃんのテーマにしてます。じゃあもう物販し動画いきましょうか。僕がティナちゃんのために物販し動画を、はい、来ました。ティナちゃんもういきなりですけど来ましたね。イベント、はい、幻獣と、なんだ、なんとか美子少女第1弾装備召喚開催。はい、行きました、行きましょうか。これもね、ちょっとガチャバレして、あー、この音楽いいな、マジか、ボンボクラ来ましたね。シンクロ奥義インフェルノクロス、これですね。ちょっとね、ガチャバレ見てファイナルファンタジー公式ウィキの方でもチェック私させていただいたんですが、はい、敵団体に15回連続の強力な炎&無属性魔法攻撃プラス一定時間自身に炎属性まとい重式、重式来ました、やばいっすね。そんでもって効果台をつけて一定時間シンクロモード限界突破レベル1番来ますね。バーニングコンボですね。敵団体5回連続炎無属性魔法攻撃、一定時間自身に炎攻撃レベル1アップ来ました。炎属性アビリティのダメージ1一旦アップ、ダメージ一旦アップ中ですね。でもう一個のシンクロアビなんだ、幻獣の炎なんだ、炎撃よくわかんないです。敵全体にダメージ限界突破可能な炎無属性魔法攻撃ガーンいきますね。でシンクロ条件炎属性アビリティ、ここにいるナイフリートつければいいんじゃないでしょうかね。でシンクロ条件左の方には連続ファイジャー、そんな感じでバンバンバンいってみたいと思うんですけど、はい、ちょっと怖いですけどね。ウィザードブレイド、これの画像ちょっとしっかり目に焼き付けて、というかあれですね、モグに関してはこれ演出変わるんで、シンクロの時はもう出た時点で分かりますからね。シンクロ出なかったって感じですね。まあ他のラインナップもちょっと見てみましょうか。エドガーね、エドガー僕ファイナルファンタジー6当時やってる時はエドガーをめちゃくちゃ一番鍛えてましたね。アルトムエポン&ライトブリンガー、幻獣の固定、そんでもって回転の明かしつけて9999999の無双ですね、エドガーちゃんにやってもらってました。リルムね、僕のファイナルファンタジー6パーティーでは本当レギュラースタメンなんで、ミルキーウェイゲットしていきたいと思います。カイエンか、カイエンはそんなに使わないのであれなんですけど、まあ未生時ゲットする分には問題ないでしょう。でモグちゃんはね、ちょっとバフ役的な感じではちょっと入れたいかな、この覚醒奥義。
うん、でリルムちゃんのこの超絶新しいやつ、超絶3ですかね、新しいやつ、これはちょっと欲しいかなって感じです。でティナちゃんの星ログ戦技ですね、これは欲しい。でリルムの戦技、これは欲しいですね。必殺ゲージ消費で単体、なんだろう、味方全体プロテクトシールアンヘイスト、このタイプ僕一個も持ってないんで、リルムちゃんこれゲットできたら割と今後も活躍するんじゃないかなって感じですね。エドワー戦技も欲しいですね。リルムちゃんの戦技、これも分身ついてますからね。うん、まあ、カイエン以外だったら全部揃えてもいいかなって感じなんですけど、僕の中ではティナちゃん、ティナちゃん、あくまでティナちゃん戦、ティナちゃんシンクロ戦技、これゲットしていきたいと思います。そんな感じでじゃあ行ってみましょうか。まずは97チェックワンツルーしていきましょう。ここでねドクターモグが出てきちゃったらもうこの動画で終わっちゃうんですけど、まあそんな動画はね、なんだろう、100分の1、何分の 1? そんな感じですよね。まあ公式ウィキ見てると出てる人もいるんですけどね、まあそんな甘くないっすよね。1点狙い97出たらそれはマジでやばいですよね。はい、ちょっと緊張してきました。僕はティナちゃんやっぱり一番推してるので、覚醒奥義ってすんなりゲットできてたんですよ。で、なんだろう、風、超絶もそこまで、奥義もそこまで苦労しないで取れてるんで、うん、なんだろう、ティナちゃんにそこまでぶっ放し、苦戦したことがないような気がしないでもないです。まあ覚醒2の、覚醒奥義2の風覚醒は持ってないんですけど、うん、ここでちょっと未所持は全部、未所持の分はちょっと回収していきたいと思います。そんな感じで50ミスリルいってみましょうか。はい、ティナちゃん爆死動画スタートしてます。ミラボ4つそんな持って、なんだろう、もうティナちゃん覚醒奥義いきなり出てほしいですね。はい、来ました、3つ、マジかよ。ここでいきなり演出変わったらマジすっとこどっこい、びっくらどっこい来ちゃいますけど、本当にインフレのコンボしちゃってる感じですよね。ウィザードなんとかでしたっけ。まあドクターモグが出るんでね、その時点ちょっとでもこれで出なかったら次虹1個とかになると怖いんで、僕って言ったこと当たると思うんですよ。絶対ティナちゃん出ます。モグの演出変わって、そんな感じで、なんリルムの覚醒奥義も、覚醒奥義入ってないか、なんかも手に入れていきたいですね。もう僕ティナちゃん一発狙いなんで、まずは1個星6戦技すんなり回収したいですね。ここでドクターモグ演出は変わらない。あー、モグの覚醒をゲットしましたね。ってことは開演か、この上はそうなりますよね。そんな甘くなかったっすね。そんな甘くないっすよね。1個目がちょっとわかんないな、なんだろう、モグなのかな、モグの戦技、エドガーだ、エドガー忘れてた。あー、まあ、全部未所持です、未所持ですね。開演、ちょっとモグは嬉しいっすね、でも正直。あー、じゃあ行きますか。ちょっとティナちゃんなんで演出変わるっていうところがあるんでね、演出が変わらなかったらもうその時点でアウトなんで、しかもここでまずミラゴが出ることが前提。2個3個カーモン、うわ1個来た、これ1個の演出変わるのはなかなかないでしょう。でも信じていきましょう、僕はティナちゃんを信じてます。こうスキップって怖くて僕できないんですよね。はい、行きましょう。まずは1個はミラゴが来てるんでね、はい、ここですんなりボクちゃん、ドクターモグちゃん、ドクターモグこんにちはしてください。ワッサップアロハワーグワン、こんにちはドクターモグ。え、来る？来ないっすよね。これはなんだ？リルム、リルムっぽいっすよね。リルムの超絶かな？戦技だ。お、プロシェルヘズが、これはでもありがたい。これはありがたい。当たりでしょう。1個だったらこれは価値はすごい高い。ってことで、次が、今のところノーかぶりできてますね。ミラボ4つ分ゲットしてます。はい、100個使って、今150個目ですね。はい、ドクターモグ頼みますよ。ちょっと振ってきました。ミラボ3、おー、1個来てる。1点狙いなんで、もう1個。ここスキップ怖いんで、ちょっとやめときましょう。でも、星6戦技、まだティナちゃん1個も出てないんでね、ここちょっとビビってるところなんですけど、はい、もうこれ150個目使ってます。演出変わってくれ。演出を変わってくれ。ドクターモグが来てきて、あの虹色なんか変わらないと。ドリル来たー、ドリル来たぜ。覚醒奥義来た。でもまあ、覚醒3個ゲットしてますからね。まっという間に150個使いましたよ。あっという間に。ティナちゃんはやっぱ出にくくなってるのかな。エドガーもこれで一人前にちょっとシャバに出れるようにやりましたね。覚醒1個で。他何も持ってないんですけどね。カモン！ミラボ3つ。おお、1個だ、1個続いてるな。未所持できてるな。まあ、これだったらリルム？リルムとか言ってリルム出ちゃうかもしんないな。ティナちゃんが1個も出ないっすね。時空越えはしないでください。ワッサップ。そんな感じでティナちゃんドクターモグの演出変わらない。うわ、ボンボクロマザファカー、モグリカブリル覚醒奥義、
ちょっとこれやばいな。これちょっとやばないですか。ちょっとこれやばいんじゃないですか。この流れは、この流れちょっとやばくなってきましたよ。まあ、あと220ある。とりあえず一回回しましょうか。回しましょうか。これ爆死になるんじゃないでしょうかね。爆死はマジちょっと、ティナちゃん一個も出ないっすよ。ティナちゃん一個も出てないっす。ミラボ三つ四つカモン。おー、二個来た、虹だ。虹だとなんだろう、ティナちゃんラインナップ虹ないっすからね。この虹の段階でドクターモークって出るんでしたっけ。ちょっとどうだろう。僕もちょっと、シンクロって一回しか出てないんでね。僕、一回しか演出見たことないんで、ちょっとあれなんですけど。まあ僕はティナちゃん信じてます。このミラボがティナちゃん、星ログ戦技、そんでもってティナちゃんの覚醒奥義がっつりゲットしていきたいと思います。どうせだったらリルムがいいですね。リルムがいいですね。虹はあーにリルムですね。リルムですね。これ予言当たってるんじゃないですか。ってことは変なオーブ、あ、これティナちゃんですね。でもこれ演出変わってないんで、出ない。ロクターモグはこれかぶりっすよね。かぶりですよね。超絶かなんか未所持もしかして。おお、未所持だ。リルムセット、悪くないな。悪くないな。ミルキーウェイス。覚醒来た。覚醒と、ティナちゃんの星ログ戦技はゲット。でもってリルムの、そっくりドロー。戦技だよ。星5戦技だ。悪くないんだよな。でもあと3回しか引けない。もしかしてティナちゃん俺ゲットできないのかな。おう、シエメ。もしかして俺ティナちゃんゲットできないのかな。ちょっと倉庫す、あの、なんですよ。整理しといたんですよ、一応。カモン。おー、来ちゃー。もうこれ全、もうこれあと2つ全部ティナちゃんでいいんですよ。もう、もう全部ティナちゃんでいいんですよ。あの、シンクロで。でもいきなりもう重ねれて、もうレベルアップみたいなのも。それ見たいっす。結構なんかなんだろう、他の人のやつ、過去のやつのシンクロ見るとき、3個、2個一気に出てるのとか見たんで、その演出していただいて構わないっす。その演出で大丈夫です。ってかそれも、むしろそれ 100% ってか 200% 望んでるやつですね。はい。もうでも、2個は欲張りすぎ、1個で大丈夫です。ティナちゃんのあの刀、剣、剣出てほしいっす。ティナちゃんシンクロさせてください。ティナちゃんシンクロオーバーレしたい。そんな感じでドクターモグカモン、いでよドクターモグ、いでよポルンガ。出ませんね。オーバーフロー奥義開演ですかね。まあ、未所持。はい。開演も星ログ戦技なのかな。ティナちゃんかぶり出ましたね。ついに。ちょっと待てよ、あと2回しか回せないぞ。開演の戦技出てきたのか。ああ、なるほどね。自身のなんとかなんとかアップ。まといなしですね。ティナちゃんが出たのは嬉しいのですが、あと2回しか回せないっす。これどうなってるんですかね。ティナちゃん。ティナちゃん爆死動画ですね。これマジで。ドクターも、でもミラボは今のところ全部出てますね。カモン、エルバリー。おー、ワッサップ、エルバリー。1点狙い。ここで最後ね。ティナちゃん、レンチャン。ティナちゃんの星6戦技出ました。1枚。あの変な、オーブみたいな。なんだろう、マント。2回目も出ました。であと出るのはシンクロ、ワッサップ、こんにちは、ドクターモグ、こんにちは、やってるだけでしょう。はい、ここですよ。俺が欲しいのは青く輝いた、そんなちょっといかつ色になったミラボ。ドクターモグがこんにちはして、ワッサップ、お前にこれあげるよ、運営様からのプレゼントだよ、これからもファイナルファンタジー頑張るよ、カモン。ボンボクラエドガーですよね、これ。かぶりですよね。かぶりこんにちは、戦技。ちょっと待てよ。あと1回ですよ。これ、貯めるのめちゃくちゃかかったのに、どうなってるんですか。爆死だ、これ。爆死だ。で、これ、虹1個ペコンですよね、多分。こんにちは、怖すぎ。で、最後、3つ、4つ頼むぜ。ミラボだけ。とりあえず、ミラボ。来てあミラボは来てる。ミラボは全部来てる。おいおい、完全爆死動画じゃないですか、これ。爆死っすよね。これスキップした方がいいのかな。スキップして瞬間にモグが出た方がいいのかな。蜂蜜のスティックゲット。はい。変な、変なロッド、杖ゲット。変なコテゲット。ドクターモグ。あー、かぶりですね。で、この時点で変わってないから出ないのか。オーバーフロー儀、開演ですよね、これ完全に。シャタファカ。ってことでミスリルが20個しかない。ボーン、僕らマジか。おい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 、マジかよマジかよ。おい、マジかよ、爆死じゃねえかよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、星ログ戦技っていうか、ティナちゃん星ログしか出てねえや。とりあえずちょっとかぶしてみようか。
とりあえずかぶりがね、1個目ね、かぶりね、混ぜます、混ぜます、ヘビーランス混ぜます、筆混ぜます、防具、あ、モグね、モグはね、モグはいいよ、ありがとう。ティナちゃんね、ティナちゃん出た、出てくれた、2個出てくれた、これは出てくれた、うわ爆死だ。ちょ、ティナ、あ、ちょ、リルム見てみようか、6見てみますか、6メンバーワーグワン、ドクターモグ見てみましょうか、ドクターモグにエドガーに、そんでもってカイエンちゃんにリルム、今回のラインナップですよね、ちょっと見てみましょうか。シンクロ出ないんだ、エドガーちゃんは覚醒奥義使ってこうか、この戦技何なんだろう、そうなったらこっちは使わないか、バーストはどうなんだろう、使うのかな、あーよくわかんねえな、毒まとい、自身毒まといだ、オーバーフローは多分使わ、あーなんだろう、覚醒奥義かな、でもブラボードリルだよ、もうドリルばっかやん本当に。でモグちゃんは特にマテリアもなし、アビリティなし、覚醒ゲット、まあ嬉しいですけど、嬉しいんですけど、あ、プロシェル入るのか、プロシェル入る、あーなるほどね。カイエンちゃんに関してはこれで一気にオバフローリと一気にこれで戦いでレベル50ですよ、まだ何もやっ65ですよ、何もやってない状態ですよ。カイエンちゃんか、本編でも使ったことがないな、ほとんど。なんかゲットしましたっけ、してないか。で一気に強くなりましたね、ラクシュ、超絶超絶ですよね、超絶超絶持ったのがバーストに変わり、星ログ戦技これですね。だったらちょっとあれだったな、なし、大回復踏みとど、あ、こっちね、大回復バリア、こっちの方がいいかな。もう一個の超絶欲しかったな、それだったら、こんだけ被るんだったら、まあ、ちょっとこれ見ていいですか、うわこれだけ持ってない、え、持ってる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 、リルムの超絶か、超絶、もうミラボ出た時点、というかというかですよ、ちょっとなんだなんだな、ちょっと待って、ちょ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 、カイエンの戦技とリルム、あ、低確率で味方、これ欲しいな、そうだったら、星5だったら、完全ミラボだったら未所持が本当欲しいやつだけが出てないですね。そうなったらリルムの超絶3とシンクロだ、なるほど。うわウィザードブレードゲットできなかったですね、完全にこれ爆死動画になったんですけど、まあそこそこね未所持はゲットできたんであれなんですけど、ティナちゃん愛の僕としてはシンクロ奥義確実にゲットしたいところではあったので、リベンジワッサップワーグワンをぶっ放しやりたいと思うんですが、今回はメロジャム TV DJ ソーライズこれで終了です。この音楽とともに切ない感じでさよならさよならさよならって感じでいきたいと思うんですけど、チャンネル登録してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。モチベーションアップにもつながりますので、これからも爆死ね、爆死見せていきたいので、ティナちゃんリベンジやるかどうかちょっと考えさせてください。そんな感じで DJ ソーライズメロジャム TV 今回はこれで終了です。 DJ ソーライズでした、ありがとうございます。 Thank you, my hello.